開幕戦後楽園大会はハンセンと前回放送のコーチ河原と壮絶な戦いをやってのけました。この小橋健太ものすごい逆エビ固めです。ねじりが加わっています。この逆エビ固め、あの川田選手のラグステジャーマン、あるいは急降下バックドロップを受けて10分先頭フローになりましたが、それでも立ち上がってまいりました小橋健太、世界タッグチャンピオン。さあ大森とも熱くなる、大森とも熱くなる。さあ本田の動きが止まりましたよ。どうでしょうか。本田選手もこの前の井上正夫選手とアスナロハイを戦って、プロ入りシングル初勝利を挙げてるんですね。あのですね、やっぱりあの本田選手はですね、はい、やっぱり小橋選手とか、はい、こういう要するに強い選手、もう要するにガンガン攻めてくる選手、そういう選手とやって、それでやっぱりそのプロレスを覚えていくっていうか試合を覚えていくってことが大事だと思うんですね。そうですね。今はやっぱり勝ち負けを度外視していいと思うんですよね。はい、まあ、ちなみに勝ち星は明日なら井上正雄に勝ち、大森にはジャーマンで敗れて現在勝ち点2、朝子が泉田に負け、スリンガーに勝ち勝ち点2、秋山は大森に勝って勝ち点2、大森は秋山に負けて泉田と本田に勝って勝ち点4という状況になっています。おー、これは泉田戦でも見せました。リングの中に中央に倒れている人間に対してのスライディングキック、これはちょっと考えつきませんでしたよね、私どもね。あのかなりダメージはきついと思いますよ、はい、要するにリングの外にいる場合にはですね、逃げるところがありますよね、はいはい、リングの中では逃げ場がないですね。そうですよね、これで泉田選手があの口の中切りましたね、さあ胸を張る、受けるね、あの桃田さん、はい、この胸の筋肉、いわゆるチョップを受ける筋肉ですね、はい、これ本田の場合もまだこれから作っていく段階ですか、それとも、そうですね、やっぱりあのいやまだ完全には出来上がってるね、あ、そうなんですか、まだあのこれからもっと練習して、うん、はい、もうあの徐々にやっぱり積み重ねていくもんだと思います。てことは逆に言いますとね、はい、まだ10のうち8区の筋肉であるんだけども、それで彼は耐えて戦ってるわけですね。そういうことですね。それはやっぱりその過去のですね、オリンピック3回出場という、はい、その自分のプライドもあるだろうし、自力もあるだろうし、そういうことだと思いますね。馬場選手が秋山をカット、本田を救うことができるかどうか。さあ本田という声が今かかりました。若い選手ね、こうやられてて、おい本田って言われたらどんな気持ちするでしょうね。そうですね、耐えるしかないですよ、もうね、やっぱり頑張るしか、そういうことですね。さあブレンバスターで返したぞ本田。でもね、桃田さん、はい、30過ぎてね、オリンピックの栄光を置いといて、はい、全くの位置に帰って、はい、これはできないことでしょうね。そうですね、やっぱり精神的にはかなりきついものがあると思いますよ。そうでしょうね、頑張ってほしい本田。さあ朝子は素晴らしい動き、大森もステップバック、朝子もフェイントに切り替えました。そしてもう1回、おお、スライディングキックといいますか、セカンドロープの間ドロップキックで打っていきました。空中殺法を縦横無尽に操る朝子、今度はコペコン、コペコンヒーローであります。朝子が躍動しております。この大森を捉えました。さあ大森、ビルの中に上がらなければいけません。デビュー時に言っていました、少しでも秋山に追いつきたい、一歩でも二歩でも追いつきたいというのがこの大森の夢です。今日はその秋山とはチームを分けてそして戦っております。さあ小橋、逆に振り返す、エルボーを打っていきました大森。小橋を持ってまいりました。馬場選手も今日はよく超えています。さあ見ましょう、じっくり見ましょう。馬場選手が歯を食いしばっている、脳天チョップ、腕を手繰り寄せた、振る、返るジャイアントコブラ。かつて幾多の名勝負、幾多の強豪もこのコブラで葬り去ってまいりました。ジャイアント馬場、伝統の技、これを投げ返すんです。驚きました。馬場選手腕が長いんで痛いタッチができてしまいます。さあローリングクレイドル、小橋健太の網にかかってしまいました。何回回すんでしょうか、これ止める。大森選手よりも先にカットに馬場選手が出てきたんですね。驚きました。桃田さん、はい、馬場ハンセン組があのこれはファンの夢です、はい、マスコミの夢です、はい、世界タッグ行ってもいけるんじゃないかって声があるんです、
当然、まあ、あのチャンスはあると思いますけどね、と思いますがね、果たしてどうなりますか。本人は謙遜しておりますが、いけるんではないか、夢のコンビをこう目に胸に抱っこ刻み込んでおきたいというふうに思います。さあ秋山と本田、この顔合わせが非常に今日は多い。やはり両選手意識しているのか。かつて鎌田選手に蹴られに蹴られたその秋山、ストンピングに蹴りを打ち込んでいきます。いきます。そして浅子もこれに続きます。さあ大きい本田を抱え投げる浅子悟。お正月のジュニアバトルヘビー級、ヘビー級のバトルロイヤルでは優勝、見事50万円を獲得。あの時ね、桃田さんも出てましたよね。そうですね、胴上げして落としちゃいましたね。でも本当浅子選手嬉しそうでしたね。大いに自信をつけてまいりました浅子。さあ大森が飛び込んでまいりまして、激しいカット合戦が続いております。しかし捕まっているのは本田です。この窮地を脱しなければいけませんが、気合いもろともこのブレンバスター、ここで落とします。やや垂直落下気味、どうだ、危ない、カウント 2.5。 本田多門、あと一頑張りです。飛び込んで回転エビ、まだタッチができません。秋山です。もう5分近く、5分近く捕まっています。本田多門、しかしこの秋山にしろ、本田にしろ、大森にしろ、それからもちろん小橋にしろ、大きいですね、体格がね。あー、バックロー、明日のメインイベントアタッチです。それを見守るジャイアントも割れてまいりました。ノーテンチョップを打っていきます。水平チョップ、桃田さん、あー、変わっていきますよ。なんで馬場選手、まあ落としのことはあまり言いたくないんですが、あー、バックドロップ、ね、ここまで攻め、ここまで耐えるんでしょう、はい、やはり若い頃の修行、そうですね、訓練ですかね、もうそれ以外ないと思いますよ。再三ですね、ドロップキック、ミサイルキック、しかしまだ馬場表情余裕があります。いけます、飛ばす剣手が出ます。あの札幌大会を思い出します。あの時は三沢小橋組と馬場ハンセン組引き分け30分。おーっと、これはすごい、ギロチンドロップ、小橋が2人いるようだ。馬場選手これを返します。ロープに飛びます。馬場さん16番だ。あーっと、ラリアット打ってしまった。ジャイアント馬場の大きな背中、33年プロレスを引っ張ってきた背中。さあ飛ばしがムーンソルト、それぞれがカットに入った、打った、すごい攻撃ですね。そして超スライ、新しい超スライ、鎌田が正規軍に移りました。新しい超スライ、結束は抜群、前にも増して抜群、飛び込むラリアット、秋山打っちゃえ、馬場さんも頑張れ、両方応援したい16番。いやー、いい試合になってきた。思い切って2ドロップ、トップロープから落としました本田。さあ今度は馬場君のチャンスです。馬場チームのチャンスです。エルボーからカウントスリー、最後は浅田選手、大森が取りました。いやー、桃田さん、馬場選手が取るんではなくて若い人の押しで決着がついた。そうですね、
まあ、これはやっぱり馬場さんがもう耐えに耐えて、はい、うまいところで要するにチャンスをつかんで、はい、大森君にタッチして、はい、それでやっぱり何ですかね、やっぱりチームワークで勝ったって感じですね。そしてその前にはよく本田が耐えましたですね。そうですね、まさにチームワークの勝利、これがタッグマッチという馬場大森本田の勝利であります。最後大森高雄が3カウントを取りました。プロレスニュースプラスワン。こんばんは、野口エセジャニーズ敦史です。寒い日が続いていますが、テレビをご覧の皆さんは風邪などひいていませんか？今週は元気だけには自信がある私野口がお伝えします。さて、中盤戦に突入した新春ジャイアントシリーズ、今シリーズでも頑張りが目立つのが、今宵の高松大会でも猛ファイトを見せた御対ジャイアント馬場選手です。昨年暮れの世界最強タッグでハンセンとチームを結成し、川田田植え組を抑えて準優勝に輝いた馬場選手、昨年前人未到の5000試合出場を達成、さらなる大記録に向かって連日熱闘を展開しています。ところで皆さんは馬場選手がかつて読売ジャイアンツのピッチャーだったことをご存知でしょうか？若き日の馬場翔平は栄光の巨人軍の59番の背番号をつけて、2メーター9センチの長身から繰り出す剛速球を武器に1軍でも大活躍。その馬場選手の巨人時代の思い出のシューズが、現在巨人軍創立60周年を記念したイベントで公開されています。当時から16門の大きな足が注目を浴びた馬場選手、このイベントでも存在感は十分、来場したお客さんの目を引いていました。世界の巨人ジャイアント馬場です。その馬場選手が今最も楽しみにしているのがアスナロ杯。今日はリチャード・スリンガー選手と泉田龍角選手の一戦をお送りしますが、注目されるのは泉田選手のファイトです。普段は永遠選手とともに明るく楽しいファイトを展開している泉田選手ですが、このアスナロ杯では激しいストロングスタイルで勝負しています。アスナロ杯にかける意気込みが感じられますよね。それではアスナロ杯の公式戦、リチャード・スリンガー対泉田龍角の一戦をご覧ください。声を出して耐える泉田、非常に魅力的であります。ダラップキック失敗。そういえばムーンソルトプレスもこの泉田選手ありますが、まだ成功したことがありません。しかし実に思い切った技を仕掛けます。飛び込んでの回転エビ固めはどうでしょう。カウント2つです。この辺は磨かれ、どういう力技を持っていくか。抱え上げてパワースラム、気合いもろとも投げました。カウント2つ。昭和57年ルーデーズ杯準優勝の三沢がご褒美にメキシコ修行に行きまして、その後タイガーマスクとして日本で再デビューしたのは皆さんご存知の通り、平成元年アスナロ杯、その時には小橋、田植え、川田、バックアップ、そうそうたるメンバーがいまして、今その三沢、小橋、田植え、川田、そういったところが四天王と言われてこの全日本のトップを占めているわけであります。アスナロ杯から明日の小橋、川田、三沢が生まれるかどうか。頑張る泉田、リチャード・スリンガーの空中殺法を防ぎました。突進します。今日2発目のラリアットカバーします。どうだ、カウント2つです。リチャードのうまさか、泉田のパワーか。泉田が早く立ち上がります。髪を掴んでパンチを打ちます。ボディースラムを打ちます。さあムーンサルトプレスか、どうだ、トップロープから今日はどうだ、失敗、残念です。しかしその生きたるやよし、見事な弧を描いておりました。カウント2つ、自爆のダメージはどうでしょうか。天を仰いでいる泉田龍角、スタンピングを打っていくリチャード・スリンガー、132キロを抱え投げ、そして今度こそトップロープ、得意技はそうです、フライングボディープレス。しかし泉田立ち上がった、二段キック、落ち着いています。リチャード・スリンガー、もう一回攻撃を組み立てる、バックドロップ軽々と投げました。
これはすごい。ウチャルセンガー、泉田もカウント2で返しました。今のバックドロップは非常にタイミングが合っていた。一気に泉田132キロを投げました。95キロのリチャード・スリンガー、顔面キック、顔面キックであります。そういえば朝子戦の時にも蹴りを受けて腹血を出しながら勝ちをものにしました、この泉田龍角。さあ今度こそ盤を持してフライングボディープレス、ダイビングボディープレスだ。がっちり身に固めたリチャード・スリンガー4点。これで大森と並んでリチャード・スリンガー現時点ではトップに立ちました。さてここで皆さんに残念なお知らせがあります。今シリーズ途中から特別参加が決まっていた人間魚雷テリー・ゴディ選手が体調不完全のため欠場することになりました。昨年の8月来日したその日に体調が急変し緊急帰国したゴディ選手、今回は5ヶ月ぶりの来日となっていましたが復帰はなりませんでした。次回の来日は未定ということで、あの荒々しい勇姿がいつ見られるか復活が待たれます。最後にプロレスニュースをご覧の皆さんにビッグなプレゼントです。前回の募集でも応募が殺到したバップレコードから発売されている全日本プロレステーマ曲集パート2、大好評につき今回も第2弾として20名の方にこの優れものの CD をプレゼントいたします。番組へのご意見ご希望または選手のイラストなどを添えてご覧の宛先までどしどし振るってご応募ください。なお締め切りはこの放送より1週間後の消印が有効です。当選者は商品の発送をもって発表に返させていただきます。以上プロレスニュースプラスワン、若輩者の野口敦史がお送りしました。日本の一本勝負シングルマッチ、さあ今高らかにゴングが鳴らされました。さてこのシリーズ期待の初来日、初参戦トリオ、いわゆるビッグジョン・ノード、ブライアン・コステロ、そしてこのジョニー・ガン選手なんですが、桃田さんはこのジョニー・ガン、どのようにこのシリーズ評価されてますか？そうですね、試合を見ててですね、はい、そのかなり能力を持ってると思うんですよね、ただまだ日本のそのなんていうんですか、その選手、まあ、初対決ですね、はい、全部ね、だからやっぱりその相手の手の内を探っている部分もあるでしょうし、ちょっとまだ計り知れないところがありますね。なるほど、しかしまあシリーズ中盤戦、そろそろこの全日マットの水にも慣れてきて本領発揮かなというところでしょうね。まあ、実力は十分あると思うんですが、ただですね、彼はどっちかというと正統派で打ってるタイプだと思うんですよね、はい、試合自体が、はい、クリーンな試合ですから、だからそのなんていうんですかね、そのもう一つそのアピールしにくい部分があるかもしれません、ね、なるほど、非常に精悍な顔立ちのジョニーガン、しかしまあ相手は五冠王の三沢光晴ということで、桃田さん、これは勝敗よりもその試合内容がまあ問われそうな一戦ですね。そうですね、今度ですね、はい、後半戦でテリー・ゴーデン選手が、はい、来れないっていうなんか発表があったと思うんですけど、岩手の試合で彼が、はい、代役を務めるという話を聞いてますので、だからやっぱりその、まあ、これからもですね、そのどんどん上の方でやらなければいけないんで、もうそろそろやっぱりその相手の手の内を読んでね、その自分の実力を出せるように頑張ってほしいです、そうですね、さあジョニー・ガンダー、さあひらりとかわした、おーっと後方への巻き投げです。フライングボディアタック、まあ、桃田さん、後方への、この、まあ、返し技というのはお見事でしたね。そうですね、かなりキレもありましたし、はい、ちょっと三沢選手も面食らってんじゃないですか、しかしその三沢光晴、2年連続五冠王として迎えたこの新春ジャイアントシリーズです。93年の最強タッグ決定リーグ戦の優勝によります世界タッグのベルト2本、そして現在6連続防衛中の3冠ベルト合わせて5本、いわゆる五冠王の三沢光晴です。今年94年もこの三沢が中心に全日マットが動くことでありましょう。どうでしょう桃田さん、この三沢選手というのはある程度相手のこの出方を見て、その中でこの自分の色を出していく、非常にこの懐の深い選手だけに
どうし序盤戦は相手の動きを見ていくんでしょうかね。まあそれはあると思いますね。大体がやっぱりそのなんていうんですか、自分からガン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 攻撃するタイプではありませんからね、はい、まあ要するにあの川田選手なんかとちょっとこう対処っていうか、ね、そうですね、ある程度自分の要するに懐の深さでもって相手にある程度技を出させて、はい、で最終的に自分のペースへ持ち込むという、そうですね、そういうタイプだと思いますね、はい、はい、それにしてもこのジョニーガン、いわゆる胸板の厚さ、上腕二頭筋、そして大胸筋のあたりがもう骨隆々ビルドアップされております。さあ三沢光晴の腕をしっかりとご覧のように捉えております。さあ肩がつきました、一つです。さあエルボースマッシュを繰り出しました三沢光晴。三沢としてはこの初来日のジョニーガンをいかなる技で仕留めるか、大地を揺るがすあのタイガードライバーか、はたまた墓場へ直行タイガースープレックスか、はたまた火傷しそうな炎のフェースロック、そして失神しちゃうような世界のエルボードあります。いかなる技でこの五冠王の凄さを見せつけるのか。高松市総合体育館セミファイナルマッチ、三沢光晴対ジョニーガンのシングルマッチを迎えております。お客さんがシーンと水を打ったように静まり返っております。やはり桃田さん、シングルマッチだとその分お客さんのこの見方もシビアといいますか、厳しく細かくなりますからね。そうですね、まあ、要するに全体の動きじゃなくて、はい、もう一つ一つの技を、あのお客さんが見るという形になりますんでね。絵も言われぬ緊迫感が流れております。ここは高松市総合体育館。試合時間5分を経過いたしました。ジョニーガンの攻め、これまでどうご覧になりますか。そうですね、あの結構打たれ強い雰囲気もありますし、その何て言うんですか、三沢選手のペースになりつつあるかなと思うと、自分のペースで、はい、あの戻してくるあの力もありますしね。そうですね、まあ、ミサイルキックやブルドッキングヘッドロックといったいわゆるこの立体的な殺法の使い手得意とする選手なんですが、ここまで桃さんそれほど大きな技は出てませんね。そうですね、あのお互いにちょっとあの温存しているという感じですね、大技は。さあジョニー・ガンの鍛え上げられたこの肉体が早くも汗で光っております。対する三沢の胸元が赤く腫れております。ジョニー・ガンの激しい攻めを物語っております。三沢の腕を集中的に攻め込んでいきます。ジョニー・ガンです。脇固め、襟足の長いジョニーガン、独特のヘアスタイルです。三沢も随分と汗をかいてまいりました。さあご覧いただけますでしょうか、三沢のこの血管が浮き出てまいりました。腕の血管が浮き出ているのがこの画面でも見て取れましょう。いやー、桃田さん、意外ジョニーガンがこの関節締め技関係にこだわりますね。そうですね、やっぱりあのこれはあの三沢選手の試合を見て、要するに、まあ、あの三沢選手の大技をね、ちょっとこの人にかかってるんじゃないかなというふうに思われるんですけどね、まあ、スプレックス系統とか、はい、タイガードライバーとか、まあ、そういうのは必ず腕を必要としますからね。そうですね、腕の力を。さあヘッドシザースしようというところをクリアしております三沢です。さあスリーパーホールドですが、三沢が外せません。しかしまだしっかりと三沢の目は開かれております。ああちょっと腕を気にしております。幾分三沢の顔が青ざめているのが心配です。サイルボーです、出ました。対角線に振りました。さあ三沢の反撃が始まるか。カウンターのキックだ、セカンドロープからガンダーガーンといったラリアット、カバーする。
カウンターする。さあそろそろ試合が動き始めてきそうです。ブレインバスターか。あまり高さはありません。カバーする。カウンター2。三沢が何度も首を振るポーズがシーンが見られます。川津落としです。カウンター2。さあ大技が徐々に増えてまいりました。ジョニーガン押し込んだ。三沢が押し込みました。エルボーです。さあ逆に振ったのはジョニーガンだ。セカンドロープ回転。エルボー、エルボークリーンヒット、スピンキック、これまたヒット。さあ桃田さん、そろそろ三沢が動き始めましたが、そうですね、相手をしっかりと見据えた大技が出そうだ。エルボー、エルボーガッツンガッツン押し込んでった。さあ火傷しそうな炎のフェイスロックだ。さあ入った入った、これは完全に入っている。和田恭平レフェリーがジョニーガンの様子を伺っている。さあジョニーガンどうするか、どうするか。さあ上腕二頭筋の飾り付けが、うん、ちょっと虚しく揺れているぞ。さあ場内からは落とせボールだ。高松総合体育館、さあどうだ。あーっとギブアップ、ギブアップ。強くてどうもすいません。三沢美沙の最後は炎のフェイスロックでやりました。佐渡ヶ島天にガーンと来たところでやりましょう。ジョニーガンが最後は三沢のフェイスロックで敗れております。何が起こるんでしょうか。波乱の新春ジャイアントシリーズ、川田のパートナー田上明です。さあゴングが上がりまして、川田ハンセンで始まりました。砂漠レフリーはジョー樋口です。早くも田原としあきのキックからチョップがハンセンの熱いムライター、ぐわーっと声を出しながら打っていきます。しかしスタンハンセンも打ち返します。おっと握り拳、肉弾相打つとはこのことだ。フライングメイヤー強引に持っていって、サッカーボールキック、抱え投げる。体から絞り出すような声を出している。カバラとしては鍛えています。さあそしてノードとハンセンの合体タックル、2人ともプロフットボーラーの経験があります。さあビッグジョン・ノード、まあ、ハンセンのパートナーデビアスが世界最強タッグ決定リーグ戦、昨年の最後のシリーズ怪我で途中帰国いたしまして、今ハンセンのパートナーが不確定な感じになっています。デビアスの復帰を待つところなんですが、桃田さん、ノードどう見てますか。そうですね、タイプ的に言えば、はい、前のですね、ブルーザ・ブローディ選手と似てるタイプなんですけどね、はい、まあまだちょっと掴みづらいところが多いですけども、まあ、パワー十分あると思いますし、これもね、足キック系統の技を結構使ってますね。今行きましたね、さあ川田を捉えてスタン・ハンセンに渡します。まあ、しかしハンセン・ブロディの時には、はい、ハンセンもブロディももうお互い勝手にものすごいパワーで攻めまくってましたが、ジョン・ノードはやはりハンセンにちょっと気を使ってますかね。そうですね、ブロディ選手も初回来た時はですね、はい、まだあれほどのね、要するにがむしゃらなところはなかったですね。そうだったんですか。まあ要するにその回を追うごとにですね、自分で自分のペースを掴んで、要するにその日本人選手とほとんどもう当たりましたんでね、それ以降やっぱりこのパワーがどん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 自分の好き放題っていう感じでやってましたね。ということは桃田さんがおっしゃりたいことわかりました、はい、ジョン・ノードも日が立つにつれて大化けする可能性が多いにある。そういうことですね。チャンスは十分あると思います、はい、可能性はね、まあ、スタン・ハンセンにとってもそれは、まあ、デビアスがいる、ジョン・ノードがいる、これは嬉しい悲鳴ということになってくるんですね。そういうことですね。さあそのスタン・ハンセン、クロックヘッドシザース、川田俊明、腕の方も固めています。この頃川田選手はこういう風にいろんなものを出してまいりますね。やっぱりそれなりになんて言うんですか、勉強してるっていうか、はい、やっぱりそのパワーのある選手をどうやったら一番効果的かということを考えていると思いますよね。サッカーボールキックです。そういえばこの開幕戦でしたか、変形のストレッチプランも見せております。この川田俊明キックです。この辺はおはこ、おや左の足、膝どうでしょうか。全シリーズ靭帯を伸ばしておりますが大丈夫か。カバラとシアキ、このあたりハンセンはしっかり見逃しませんので要注意です。さあ左腕下ろし、アームブリーカー行きました。田上明です。田上明の昨年は2月に三沢と三冠戦を戦いました。敗れました。4月にボディに勝ちました。5月スパイビーに勝ち、そして河原と世界タッグを奪取いたしましたが、世界最強タッグ決定リーグ戦ではその世界最強タッグ王座
世界タッグ王座は奪取なりませんでした。ハンセンを脇固めに固めています。ジョン・ノードが思い切って飛び込んでまいりますが、形勢逆転することはできません。さあ田上です。田上ももちろん三冠王座狙っていることでしょう。そういえばここにいるのは全員三冠あるいは五冠のトップコンテンダーばかりですね。そうですね、嬉しすぎ逆十字固めに入ろうというところですが、まだハンセンの腕が伸びきっておりません。右手でディフェンスを行っておりましたスタン・ハンセンです。その3冠あるいは5冠のチャンスなんですが、桃浦さん、今年は大変ですね、はい、武道館が7回ありますね。そうですね、まあ、うちの全日本プロレスが始まってから初めてのことですけどね、はい、そうなんですか、年間7回の武道館というのは、まあ、要するに選手も大変ですけどね、まあ、特に3冠王者三沢さんは去年にも増して防衛回数が、ね、頻繁になるかもしれない。要するにそのなんていうんですか、取られるチャンスもあるけども、要するにその防衛するチャンスもあるという、そうもう本当大変ですよね。田上、川田あるいは小橋あたりにすればチャンスが巡ってきやすいということになりますからね。そして桃田さんの世界ジュニア王座も私もう一度見たいんですが、そうですね、頑張りたいですね、頑張ってください、さあこちらはクイックタッチを使ってまいりまして、ハンセンの左腕集中攻撃です。桃田さん、あの試合の中でね、桃田さんもかなり左腕、はい、今日、井上雅夫戦でしたっけ、第1試合、攻められて、あれだけ攻められるとどんな感じになっちゃうんですか、腕は。いや、あのやっぱり腕がしびれますよ、痺れる感じですか、あのやっぱり腕がだんだん力が入らなくなりますから、そういう時体のバランスってどうですか。いや、バランス自体はね、やっぱりそんなに関係ないんですけども、何か技を仕掛けようとするときに自分の思うようにいかないと、あ、そういうことだと思うんですね、それは右の技を打つときでもそうですか、なんとなくやっぱり左、そうですね、やっぱりあの技をかけるときに、まあ、片手だけでやる場合もありますけども、はい、ほとんどの場合は両手使いますよ。あ、そうですね、投げるのもしっかりということになりますね、はいはい、まあ、もちろんこの左腕攻撃、スタン・ハンセン、皆さんご存知のウエスタン・ラリアットを封じるためのものであります。しかしこの川田選手見てますと、先ほどもちょっと触れたんですが、川田選手は一つの技を非常に大事にするタイプでありますが、実はいろんな技も持ってるんですね。そうですね、まあ、だけどこれはやっぱりあのプロレスに一番忠実だと思うんですよね、はい、要するにその相手の要するに一番、要するにその攻撃力のあるところを攻めて、その攻撃力を奪っていくというのはね、一番大事なことだと思いますよね、はい、さあ田上明独特のふてぶてしい攻撃が始まりました。さあスタン・ハンセンに思い切った攻撃をする、もうサードロープに乗っかっているハンセンもがむしゃらです。外人版小橋とでも言いましょうか、外人版カバラとでも言いましょうか、がむしゃらハンセン、チョップヘッドバットで、まあ中松総合体育館一発でドーッときます。いっぱい打撃技持ってるんですね、ハンセンは。そうですね、あのハンセン選手は要するにラリアットは左腕でほとんどやりますけども、要するにあのエルボーとかああいうのは全部両腕で使いますしね。そうですね、まあ、田上も右左の戻ろうとし、例えば川田も右左のキック出します。そうですね、左右技ってのは絶対必要なんですね。必要ですね、さあハンセンちょっと一息入れます。ここはかなり苦しげな汗をかいておりまして、左手気にしております。先ほどから集中攻撃5分ほど受けたでしょうか。あ、苛立ってますねハンセン、これは。そうですね、はい、タウグがこれを追います。リングの中に上げようという、いやいや鉄柱です、鉄柱に打ち当てました。いいペースを作っております。ジョン・ノードとハンセンが分断されている格好になっています。ハンセンへの一人集中攻撃、さあハンセンの苦しい顔だ、大きな声だ、あ、悲鳴を上げるスタン・ハンセン。おととしの夏、三沢光晴に三冠王座を奪われて以来、三冠を奪取することができません、このスタン・ハンセン。タイトルからいきますと、2年連続チャンピオンカーニバル優勝したスタン・ハンセン、これから春に向けて、おそらく春のチャンピオンカーニバルに向けてコンディションを整えてくることでしょう。バックドロップ、しかし起き上がれませんスタン・ハンセン。こちらはバックドロップを打たれた田上明。田上はこれができるようになったんですね。そうですね、やっぱり川田選手と、あのタッグを組むようになってからですね、攻められててもすぐ攻撃に転じるという。そうですね、
脇固めであります。絞り上げるように打っていきました。田上明両選手の荒い気遣いが聞こえてまいります。視線の目がもう完全にいっちゃってます。おお、すごいエルボーです。さあビッグジョンの音が出てまいりました。おお、全身をうまく使いました。この辺はいいぞ。さあ場外に横に投げる。さあハンセンが放送隙間へです。ビッグジョンの音がバットを、いや剥がしません。キックをその前に持っていきました。そしてマットのないところでボディースラムを打ちました。さらに髪を掴んでリングの中に上げようというのかビッグジョン・ノード。この辺もハンセンと一緒にパートナーをこれから続けていけばハンセンの荒々しさみたいのが乗りつくかもしれませんね。そういうことですね。デビアスにはうまさがあります。ならばこのビッグジョン・ノード自分の持ち味この荒々しさ豪快さを存分に生かしてハンセンに認めてもらいたいところ。バックドロップです。大さんスケールは非常に大きいですね。大きいですね。やっぱりあの体自体も大きいですけどね、そのどうあの出してくる技も当然スケールが大きくなりますよね。そうですね。タウエ選手よりも大きいですもんね。ビッグジョンナード、いや今のいいチョップですね。はい、あのモールさん、力道山お父さん譲りのですね、はい、手探りチョップ特にしてますが、いいチョップというのはどういうチョップですか。やっぱりですね、ずしっとくるやつですね。ははやっぱりあの相手がうっとこの息が詰まるんですよ。やっぱりあのそれだけ要するに相手が要するにまずダメージを与えられるということでね。ははあのよくパチンという音がするチョップもありますが、そうですね、これはまあ実際にやられてみないと分かんないんですけどね。ああそうですか。まあ、口ではなかなか説明しづらいんですが、これはキャメルクラッチの体勢ですが、田上選手の足が完全には伸びておりません。どうでしょう、ちょっとこう座った感じでのキャメルクラッチなんですが、そうですね、まだ耐えられると思いますけど、そうですか、あれが足が伸びるようだともう完全に決まりますからね。はい、まあ、しかしこの辺りそれでも強引に決めてっちゃう、こう荒削りな部分がありますビッグジョン・ノード。川田が心配そうに見ておりました。さあハンセンとのタッチ、ゆっくりゆっくりのタッチではありますが、ビッグジョン・ノードスタン・ハンセン、この辺ちょっと、ダブルのサポがややタイミングがずれました。しかし最後は合わせていきました。ショルダータックルであります。さあ逆襟固めスタンハンセン、これで AWA 世界ヘビー級選手権を取ったこともあります。タウエーサードロープに逃れました。しかしハンセンはただでは転びません。リングの真ん中に持ってまいりまして、もう一回ステップオーバーです。スタンハンセン、タウエーが先ほどキャメルクラッチで腰を痛めているのを見逃すはずがありません。このスタンハンセン、逃げろという川田の声がタウエに飛んでいます。さあ攻守が逆転してしまいました。タウエが捕まっています。場内からもタウエ一つ返せという声が飛んでいます。セカンドロープに乗りました。ハンセンも一緒に叩き下ろすんです。ハンマーを打ち下ろします。カウントは2つ。腰にストンピング、理にかなった攻撃です。さあこの後なんとかの川田選手につなぎたい田上明。何しろ川田選手開幕第2戦では敗れましたが、三沢を投げ捨てジャーマン、小橋に急降下垂直落下バックドロップ、そして前回放送皆さんご覧になったと思いますが、高知大会小橋に投げ捨てバックドロップ、そして同じく垂直落下バックドロップ、小橋選手が10分動けなかった、世界チャンピオンとしての初陣10分動けなかったという、そういう攻撃力を見せました。昨年の武道館大会あの1分を晴らしました川田、そして田上でありましたが、田上が今日は捕まっています。なんとか川田につなぎたい。
サッカーボールキック。桃田さん、ハンセンのこの馬力とかシャグムサッカーはどこから来るんでしょう。やっぱりこれはもう生まれ持ったもんだと思いますけどね。桃田さん、100年に一度のレスラーじゃないですかね。そうですね、素晴らしい選手だと思います。本当にこういうレスラーいませんもんね。そうですね、でファイトがネチネチしてないんですよ ね、 そうですね。もう要するにガンガン行きますけども、なんていうんですか、そのやらしさはないですよね。場外に落ちるときも豪快に落っこっちゃうんですよね。さあ、これは田上、足を蹴った。足でコーナーマットを蹴りました。しかしノードもそして田上も後頭部を打っています。さあ、両チーム苦しい状況になりました。この苦しい混戦状況を制するのはどっちか。河原タッチが認められました。さあ河原、さあ河原、あの小橋に打った、投げ捨てジャーマン、そして急降下バックドロップ、あの勢いをハンセンにぶつけるか。小橋は言っていました、河原さんは熱い、やっぱり河原さんだった、俺も本当にやり合いが出てきた、次の戦いが大事ですと話しておりました。その河原俊明、ハンセンを攻めますが、ビッグジョンの出てまいりました。15分が経過、試合が動き始めるか。初めの5分は川田組、その次の5分はハンセン、ハンセン組が田植えを捕まえました。川田が対応を預けました。15分から先はどうなるか。エルボーです。こういうのを持ってるレスラーは非常に強い。ビッグムーバーのアッパーしかり、ハンセンのパンチしかり、川田のキックしかり、おギロチンドロップを打っていきました。セカンドロープですか。さあ、もう一回行く、これは川田がやりました。ニードロップ、これもブロディを意識してのニードロップでありましょうか。打っていきましたが、痛めた足に今度は田植えのストンピング、左膝狙いでありますが頑張りました。ノード、さあハイキックは失敗、抱え上げまして落とします。これはびっくり、高松のファン、カウント2です。川田が場外ですよ、危ないよ、危ないですよ、危ないですよ。2対1の状況、ガリアットが待っていますよ。ブレンバスター、田上の体がふわーっと今ふわーっと、そうですね、やっぱり2人ともパワーありますからね。ありますね。さあ、田上危ない、あ、田上も今自力で返そうとしました。さあ、エルボーで今度はハンセンが場外、2対1の状況を逆に作る、のどは落としとバックドロップ、のどは落としとバックドロップ、ハンセンの視界にはもちろん入っている。あ、間に合いました。しかし川田がこれをさらにカットしようというところ、ハンセン VS 川田。さあ、田植がその間に DDT、 川田とハンセンは完全に場外、どちらが優勢なんだろう。このままピッカ、ビッグジョンノードカウント2で跳ねのけました。今川田が場外で優勢。さあ、ここでのどを落とし、高角度決まったろう、決まったでしょう。カウント3、その間に川田は白線を放送席にぶつけておりました。川田田植組、開幕第2戦の超スライグ、同じく前回放送のコーチ超スライグに対しまして、ま、前回放送のコーチは敗れてしまったんですが、その勢いをわざわざと見せつけました。そして今日高松市で外人軍団、ハンセン軍団を打ち破りました。せめてこの胸が裂けるまで。